トレーディングコモディティだから、覚えとかないと。ボルテックスキューブ、ちょっと結構やばそうなやつ。これを手に入れたとき俺は最強になる。どっから始まってんだろう俺。セーブしてないの。 You already discovered。 これがね、宇宙すごくない？いやできないんじゃないかな。ただ分解ができると思う確か。多分ここで見てみる。例えばこれね、チャージじゃないな。あーマルチツールの場合はさ、分解なんだよね。ディスマントルで素材がこれだったら25の鉄が返ってくる。マルチツールの場合は分解なんだ。スターシップの場合はこれね、プレスバツトゥアクティベート。まだ作ったことがないから分かんないな。ニッケルもないしな。どうだろう、このチャージ系のやつは罰をしたらチャージされちゃうからな。まだ分かんないわそれは。ああそうだ、これをなんか撃ってたら急に戦闘が始まったんだよな。ちょっと周り見ながら撃とう。安全運転しよう。これ何だったんだっけ、インベントリーが足りないとか言われてたんだ。これ何、アサミーム9。あ、めっちゃいいじゃん、これ欲しいわ、助かる。これ100個ぐらい集めたことか。っていうかめっちゃあるやん。あとこの宇宙船の操作を慣れることにより、ニッケルあるやん、やったぜ。宇宙に資源あるやん。大体なんでこんなさ、こんなにいっぱいある資源をこんないんだ。これ取って売ればいいじゃん。あ、この銃弾が高いのかな。ニッケルゲットしたってことはなんかあったよね。てかなんか空なんだけど、これ待って、あれ待って待って、よく見てほしい、よく見てほしい。俺さっきから物が持てないってずっと言ってたと思うんだけど、インベントリーがめっちゃ少ない。ローインベントリー&I can't hold any stones or、何、資源持てないって言ってたじゃん。エレメント I can't hold because of low inventory 言ってたじゃん。なくない？宇宙で死んだから、俺宇宙で死んだからさ、ノーインベントリー、マイエレメンツ&トレーディングコモディティなくない？ロストしてるんじゃないこれ。めっちゃモテると思ったけどさ、ないやん。船と一緒に宇宙の木図に、全部宇宙の木図になってしまったのか。ないやん。こっちの方はあるんだね、パイロットの方は。なるほどな。まあ船が爆発したからしょうがないか。そういうことね。やってくれるじゃないの。売っとけばよかったじゃん、じゃあ、あのトレーディングコモディティとか。やってくれるじゃないの。
いやでも面白いな、それはそれで。死のリスクがあるっていうのはやっぱ必要だよね、ゲームには。戦いにもリスクがあったわ。いやー、宇宙でさ、ここで戦いが起きてさ、この星に、大気圏に逃げようかと思ったんだよね、大気圏内に。ロストあるんだったらちょっとそれも考えないとな、逃げる方法も。戦利品か俺を倒したやつが。お前そんな世界か、奪い合いか。いやー面白いわ、じゃあこのゲーム、じゃあ面白いわ戦いもできるのが面白いね。なんかその交易とか発見とかトレードとかだけじゃなく、バトルもあるってとこがやっぱ宇宙のロマンだよね。あ、確かこれこのニッケルを取っててさっき誤射したんだった。怖っよし、こんなもんから。ニッケル、ニッケルで何かを作れるんだよ。マジ拾われてんの、じゃあ誰かに。ニッケルで何かできたんだよな、なんだっけな、これだ、ニュートリノモジュール。そう、スターウォーズギャラクシー、宇宙だからな。ニュートリノモジュール持ってたんだよ、取っといたんだよ、これをやるために。落としたからね。でもどこに落としたかわからんわ、もう宇宙だからな。宇宙で落としたらそれはわからんでしょう次の惑星行こうで、気を取り直して。あとはなんだろう、トレーディングコモディティの売り方とか分かったから、使い道とか。痛い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 、ちょっと ここがこれだから、あれ、ニュー、新しいのどこだっけ、これか、グレーブ。あ、俺の墓か、あれえ、何、行ってみるわ、どういうこと。ゴー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 、結構遠いんだけど。 You already discovered this。 発見はされてんだね、死んでも。これ何なんだろう、あとは2つ目の惑星に金がいっぱいあったからそれを取ってもいい。わわ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 わ、なんだ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 、やばいことになってる、やばい。 VR 3D に見える、 3D に見える、 3D に見える、めっちゃ 3D、 めっちゃ 3D。 これはね、まあ宇宙を探索するゲームだね、一言で言うと。インベントリフル、あ、今のが俺の。うわー、大気圏突入、全員退職装備。あー、そうだ、この星ね、ちょっと待って、ないやん、あのコモディティが。これ捨てるか。インベントリフルっつって結局取れねえやんけ。インベントリフルじゃないんだよ、わかんない。 VR まだ出てないでしょ。あ、 PC でってこと。これが今のさっきの死体ね、俺の。ちょっと待って、じゃああのトレーディングコモディティ回収できるのかやってみよう。あ、来た、どこにある。あー、フルで取れなかったんだな、また。
どうする、モテねえぞ、なんなんだ。プルトニウムを捨てるか、あ、チャージするか。あ、これプルトニウムじゃないんだ。リチャージして、取れないんだけど、ちょっと待って、取りたいのはあれなんすよ。誰か他の人が見つけて拾えたりするのかな、わかんない。それはそれで熱いけどね、拾ってるやつがいてさ、何拾っとんじゃんみたくさ、またバトルが始めるみたいな。あれ拾えてない、なに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 、インベントリーフルか、あ、フルだ。ちょっと待って、プルトニウム捨てるか。じゃあどうすんねん、なんかこれいらない、もうジンク捨てるか、ちょっとしかないやつはしゃあねえか、必要な時また取ればいいかな、どうかな。レストアリング、ロストインベントリー、あ、治ったわ。これニュートリノモジュール、最終ゲームなのにすぐいっぱいになるって本当わら。あー、それちょっとね困ってるわ。なんか作れるから作ってみる。でもインベントリーがいっぱいになるんだよね。ベースファイトって書いてる、ブーストが伸びる。ニュートリノモジュールを買うか。じゃあこれ邪魔だしな、もし使わないんだったら売っ払えばいいし。もう一個あればブーストを作ってみるわ。船を改造、初めての。このワープがさ、意外と遅いんだが。遅いし操作はできないのか。遅いっつっても宇宙だからな。あ、そこ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 、止まって止まって URL、 止まってくれ。ちょい、あ、止まった。あー、そっか、 R 押すのか。俺はスペースステーションに行きたいんや。いや、遠いのか、やっぱワープ。8、7、6、5、4、2、1。危ねえ、宇宙船が速すぎて。来たぜ。ここはかっこいい、このシーンは、でも。どうもー。クラスない。
まあでもね、視点があるから、この例えば乗った時に、なんだろう、こうね、視点動かせるんだ。ここではちょっと無理だけど。だからなんかその、まあ BF とかと同じ見たくなると思う。ヘリ乗ってる時にこう右向けるよっていう。だから VR ではないけど、あのヘッド、視点の動きに追従みたいなのができるかも。来た。かっこいい船あったら買えるようにさ、お金を貯めないといかんね。あ、この人初見さんかな。これはね、まあ、プレイヤーと人間なんだ、なんていうか生身の、プレイヤーキャラとは合わない、会うことはないと思う。この人と会うことはある。このバイキンの、バイキンのこうトレードする人。あった、ボルテックスキューブあった。58,000。これ3個とオメゴだっけ、オメゴ3個、オメゴっていう石とボルテックスキューブ3個。海底なんか売るか。ただ金がね、エメリル売るか、高いやん。ファウンデーション来たー、音楽来たー。リスナーは近くへ参加しに行ったりできるの。いや、なんかね、マルチプレイがないっぽいよ。まあ答えはできないってことかな。だからあ、個数がこれね、コータでこんなもん買いに来たんじゃないんだけどな。したら売るかも。いやー、待って、よし、ありがとう、助かった。俺が探してんのは、モジュール。あ、売ってるやん、ゴールテックスキューブ。安くない、こっちの方がちょいさっき5万だったんだけど、3万で売ってるやん。え、このゲーム性でマルチプレイないの。ないらしい。おい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 、さっき5万で買ったんだが、ちょっとクレーム言うか。おかしいだろう、3万で売ってたぞ、あっちで。どういうこっちゃ。売ったらいくらなんだろう。いきなりぼったくられたんだけど。あれ、俺2個しか持ってないの。プラス95は5万ぐらいで買ってくれるやん、こいつ。売ったらは。ちょっと一回売って、あっちで買おうや。いなくないあれ、俺発車すんの早いよ、ちょっと。3万で買うか、じゃあ。ない。
こっちか。これ飛ばせないのかな。あ、間違った間違った。喋るの飛ばせないのかな。ないな、売ってない。それかモジュール売ってください。モジュール持ってても邪魔なんだから、早くあの作りたいんす。あー、この人か、アトラスストーンの人だ。高い。あー、かっこいいやつある。何これ、これ乗りたいな。あ、すごい、なんか鳥山明みたい。これいいな、欲しい。アントレプレナー、これ欲しいな。いくら？300万。安い。スロットない、全然。スラスターのエネルギーもない。300万じゃない、30万だ。手が届きそうだよ。あー、でもインベントリーが多くないとな。持てなくて悩んでるんだった。そういえばでかい船買えばいいんだ。そうか、船買うことかもしんない、このゲームの最初の目標。そうしたらインベントリー拡張と同じことじゃん。そういうことだ、分かってきた。そしたらちょっと一回売るわ、邪魔なものを。金稼ぎに行こう、とりあえず。ん？あ、何？あ、持ってないのか。しょうがない、ブースター強化は諦めるわ。欲しい船がさ、こういう風に来た時にさ、買えないんじゃしゃあないからな。船って何隻所有できるの？え、2隻いけんの？わかんない、俺1隻だと思い込んでたけど、そういうことじゃないか。何個でも持てんの？俺が思い込んでたのは、何の情報もないけど、俺が勝手に思ってたのは、これを交換するのかと思ってた、入れ替わるのかと思ってた。それは単なる俺の予想、予想だから。全くあれなんだけど、まあ、複数所有できんだったら買いまくればいいよね。まあ、とりあえず一席買って、ちょっと待って、一席買わねえとね。下取りなし？増えるのかな。まあまあまあ、買った時に分かるわ、それは。でも買えば分かるさ。ないね。ボルテックスキューブある。この人か、買っとくか。やっぱ、いやでもな、とりあえずこのレガシーを持つのはちょっとつらい。売るわ。いっぱい捨てたからね、このマンデルでやつを。捨てすぎたよ今までに俺は。
10万か。オッケーオッケー。行こう。わかった。攻撃はこれまでだ。まずは、金だった先立つものは。このゲーム。行くぜ。俺は。新しい惑星へ。あ、それか金取る、ここで。一回ここ行ってみるか。確か行ってないルインがあったんだよ。行ってないルインがあるにもかかわらず、あ、待って待って、ちゃうんですけど。違う違う、やりたいことはそうじゃないんだ。再突入、速攻離脱しちまった。ちょっと待って、止まって。いでー、危ない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 、ちょっと、なんやばい、アンコントローラブル。アンコントローラブル、すごいことになってる。よしよしよし、あれここだっけ。あー、行こう行こう、ルインやった。出ちゃったよ、宇宙から出ちゃった。よし、行こう行こう。そして金がないか見るんだ。え、つかないんだけど。どこなんだ。はい、あ、ワープしないとダメ。パルスエンジンオフライン。なんか一向に近寄んないんだけど、どういうこと。裏側、なにこれ。世にも奇妙な物語なんだけど、ずっとつかない。いや、ちょっとは近づいているか。もっとスピード出ねえの。ガチ2分かかるのこれ。遠い。一回大気圏出てワープで行った方が良かったんかな。どこやねん、もはや見えねえぞ。かね、宇宙ひれえな。まああと1分待ってくれや。ちょっとお早いぞ。
やっと着くぜ。あれ金かな。さて、そうです、これ今日、10日発売だ、9日発売かな、一応、日本時間、あ、わかんない、現地時間、まあ、ほぼ今日発売です。今日というか、昨日というか、まあ。来ました、ルイン。ルインって廃墟って意味？ああ、なんか音楽が。きたー、リプレイス。リプレイスという言語を覚えた。バイキーンの。おお、面白そうだね。なんかね、惑星を探索するゲームです。なんだ？レベルアップした？あ、初見さんいらっしゃい。面白そう。そう、面白いよ。あとはこういう風に採集するゲーム、採掘、資源を集めたり、まあそうだね、資源を集める、惑星を探索する、あとはこういう風にこう採掘できるんだよね、資源を。これだったら鉄を採掘。そう、雰囲気ゲーでもあるわ。でもこの雰囲気だけを楽しみたいだけに買ってもいい。これがプルトニウム。あれ？でもこのルインは何の意味があったんだ？あ、あとはね、動物がいる。まあ動物と資源があるんだね、惑星には。さっきいたんだけどな。この鳴き声も多分動物。あと音楽もまあ結構好きだな俺は。あれ動物いるじゃん。あれアナライズできんだよね。結構でかいぞあれ。あとはこういうなんか人が住んでたとこみたいのがある。住んでたというか住んでる。テクノロジー来た。ディフレクションエンハンスメントシグマ。これ作れるの？あ、これデスティニーっぽいの。デスティニーじゃあやりたいな。餌あげるよ。ほら、待って待って、ワンちゃん。はい、食べな。こういう風に動物たちと交流ができます。喜んでいる。ここに来たんだった。ちょっとでかいやつもいるね。あ、来た来た来た。あ、来た。あ、じゃない、来てない。来てないんだ。アトラスパスって何なんだろう。これが取れないな今のところ。金だ、金金金ある。来た。オッケーオッケー。動物ね。ほら、動物の種類どれくらいある？わかんない。めっちゃあると思うよ、多分種類って言われると。で、こういうふうにスキャンもできる。動物は種類、どういう種類かなって。あのでかいやついるじゃん。あいつがめっちゃ強い。まあでもこいつらは1000万いるらしい。もう見つけたから。アトラスパスは設計図見つけて作らなきゃならないからね。
ボールだぞ。そうなんだ。来たぞ金。エリジウム。今日だけで1000万支発表されたらしいよ。やばい。いけるか。さっきこいつに殴られたら半分ぐらい食らった。うわっすいませんでした逃げろー。あー、危ない危ない。今日だけで1000万ってことは動物も 何千系とかいるんじゃない、種類的に。いやマジであいつだけはまだ、あいつボスだ俺の中で。あいつを倒すのが結構目標。すごいね、やったぜ。とりあえず金稼ごうぜ。ゴールド。それ神ゲーやん。ノアの箱舟ね、神ゲーすぎるやんそれ。ちょ採掘レベル上げるか。やっぱり、いや発展ではないと思うけどね。多分発展させるのは自分の船と自分のスーツと自分のこの武器とか発展させるのは多分ね。掘る系が欲しいっすね。ビーム、移動速度とか速くなるのかな。これ作った、これプルトニウム。あ、それもできる、それはできる。速くなる、長くなるかもしれないけどね。今持ってんのは俺の移動速度的にはこれだね。 User is able to run for extended period。 まあこれは長くなるって感じだけど、早くもあるかもしんないね、この感じだと。なんとかニウム集めよう。スプルトニウムをまず集めて、そしてここで採掘速度上げよう。あとはプラズマランチャーとかあるけどね。ついた惑星に他のプレイヤーが。ランドディスラプションテクノロジー&、え？手榴弾使ってみる？グレネード、アルミニウム6。いやーでもねマルチがないらしい。まあ、とりあえずまず。プルトニウムがその点に生えてるとか、わら。そうなんすよ。まずこれかな、掘るか。スキャナーかアナリシスバイザー外したいんだけど。てかスロット増やしてーよ。これで掘る速度速くなったかな。速いな。よしよし。そして次グレネードかな。次は速くなってる気する。プレイヤー2人が同じ惑星に偶然見合わせたらしい。あんの？マジで。そう、まだねそこら辺は分かってない俺も。マジ？いやーそれあったらマジ神ゲーだけどね。ちょっと待ってね、ちょっとトイレ行ってくる。あ、でも投資するな。どうしよう、ゴールド掘ってからにすっか。ゴールド掘ってちょっと宇宙船にトイレ行く。ゴールドだけは逃せない美味しいんじゃないこれ。100いったんじゃないの。
金だ。このさ、こんなまったりしたゲームでも金が必要なんや。宇宙船を買ったり。まあ持ち物が持てないんだよね、こんなに集めるゲームなのに資源を。そのせいでやっぱりあの船、でかい船がないとダメだわ。巨大船をゲットして海賊王に俺はなる。宇宙の海賊に。でかい船を買って撃墜しまくる。宇宙の撃墜王になりたいです。まずはその下地作り。金。将来自動で持ってくれるようになったりするの。いやー多分めっちゃさ、後の方はもうすごい一瞬で惚れそうだよね、強くなったらね。チャージ。宇宙艦隊作ろう。あーレイド作りたい。レイド艦隊の名前はノット重工です。ノト艦隊、ノッチン艦隊。いやマルチやったらマジ神でしょ。まあでもなんだろうな、セーブデータはさどっちで引き継がれるかとかそういう問題があるね。悪いことすると賞金かけられるんやろ。熱いなそのゲーム。賞金組、そうそうそう、俺1億ベリーの賞金組。これ面白い。今のところは結構分かってきた。最初はさ惑星に放り投げられてさ分かんないけど、どういうゲームかは。ゴールド、オーイエス、オーイエス、ゴールド。おもろいよこの金を掘る金のゲーム。そういうゲームあんの？エリートデンジャラスっていうゲーム超面白そう。そうだね、リロード早くなるとかいうそういうパークもあるから、クールダウン。もうグレネードで掘りたいよ。ボカーンボカーン、ガチャーン。心が積まれていくんですね、これだから大人は。金が必要なんじゃ。大人のにも大人の事情があるんや。物が持てないんだよね。物がもっとさ潤沢に持てればさ、金なんかなくたって、あの大きい宇宙船なんかなくたってさ、小さな幸せがあれば生きていけるんだけどさ、いかんせん初期のさ持ち物が少なすぎてさ、小さな幸せも実現できないんだよね。やっぱこれが今の世の中の辛いところ。俺は小さなこじんまりとした幸せがあればいいのにさ、それすら金が必要だっていう。そう、スポンサー登録が必要なんだ。配信を続けていくにも金なんや、全ては金なんや。このゲームも教えてくれた。だから俺はこうしてゴールドを掘っている。やべえすげえ寒い。危ない危ない危ない。監視者来た、監視者。まだ掘り終わんねえな。これいくらになっただろう俺金。20万はなったな。
わら。まだね、初期だから、初期武器だから。餌で。いきなりさ、掘ってたらさ、地面の中から出てきてほしいわ。大きな口開けて。ガーッ。だから金を掘るのはすごいリスクがあって、金を掘る人は尊敬してこう呼ばれている、ドラゴンスレイヤーとみたいな、そういう設定欲しい。どうだろう、一生って言われるとどうか分かんないな。まだあいつが襲ってくるんだよな、金を掘ってると。まだでも襲ってくる生物はいないわ。怪物の背中だったりしないかな。いいなそれ。めっちゃ面白そう。デブリってなんだ。ああついに来ちまったインベント。待って、うん、待って。超巨大生物みたいなのいるんかな。まあまあでかいのがいたからね。いるでしょう。超巨大も。マジか、ちょっと待ってくれー。ああ、なんか飛んでる。いいなー、ああいうふうに俺もみんなで飛びたいよね。3人で。金が尽きないんだけど、この惑星。この星金めっちゃあるね。激うま。やばい、でも寒い。寒くて死んじまう。あ、チタニウム預けちゃった。取り出せるか。アウトブレンジ、やばい、投資する。投資しても金を掘りに行きたい俺。あそこにもある。ちょっと待って待って、戻ろう。やばい、ない。サーマルスーツのあのあれがない。補充するんで。懐は暖かくなるけど体は寒い。やばいやばいやばい、金を掘るあまりに投資してしまう。やばいやばい、結構やばい。左のゲージがさ、寒いゲージだと思うんだけど、寒がりゲージ。あーでも大丈夫だ、10秒だ、セーフ。わら、典型的に非常に目がくらんだ男の末路。あぶねえ。あぶねえ。トイレ行ってくるわ。この画面でいいのかな。ゴールドを体に貼り付けて温めろ。金で。いや寒いでしょ、こんな雪の世界にある置いてある金をさ、凍るでしょ肌が。この画面でいいのかな、大丈夫かな、死なないかな。外だと凍死するからな、トイレ行ったらな。ちょっとここでトイレ行ってみるわ、この画面でどうなるか。船の位置って動かせないの。船はね、飛び立てるよ。ちょっと行ってきます。メーリー、わら、アーソ、わら、アンダーバー、ハンティベル。
戻りました。マリワルサルハンフィベルウォースレストルーム、ちょっと私ヨーグルトを取ってきました。中の人も飯を組まないと凍死してしまうので、ヨーグルトは自家製です。ハンドメイドヨーグルト I eat。 その中にパイナップルを入れて、うん、自家製ヨーグルトはヨーグルトメーカーで、あの温度を温かくして牛乳に種を入れて作っています。私実は結構な健康オタクで、誰の母乳で作ったの？ママのです、ママの。いや、カメラ映せばいいんだよね。カメラ映したいんだけど、 PS カメラがないから。 PSVR あるじゃん、あれにカメラついてんじゃん。あれさ、僕も小さい頃ママの手作りヨーグルト好きでした。砂糖ぶっかけて食べてました。そうそうそう。あとはカスピ海とかもあるでしょ。いろんな種類があって種がいろいろあるんだよね。それによって粘りとか酸味とか味が違うんだよね。健康オタクでタバコ吸いながら、そうそうそう、そこなんだよね。あとさ、カメラなんだけど、 PSVR ってさ、発売されたらさ、 PS カメラってさ市場に溢れると思う？逆だと思う？それともなくなると思う？今 PS カメラが中古でちょっと売ってたりするんだけどさ、4000円ぐらいなんだよね。新品が6000円ぐらい。健康オタクなのに長時間 PC ゲーそう、まあそれは もっとやりたいんだけどね、時間は家庭の事情で長時間できないんだけど、今もしその事情がなければ24時間ノーマンズマーシーやってるわ俺。24 hours ノーマンズマーシーじゃない。なんで俺マーシーって言っちゃうんだろう。ノーマーシー、ノーマンズスカイ。24 hours ノーマンズスカイだよ。余裕でやるわこれ。途中でだれそうだけどね、リスナーが。リスナーが絶対だれると思うけど。英雄は死なず。マーシーなんだよな。ヒーローズネバーダイ。セーブされてんのかなこれで。37歳であんなぴょんぴょん跳ねてんの。さて金を掘りに行くか。リスナーがついていけない。絶対リスナーがもう劣することなくなると思う。間違いね。俺がだって金を掘ってるだけだからね。これ金？マジで言ってる？ついに俺も勝ち組やな、これで。あれ？あれも金？これも金？こっちも金？これも金？勝ったから、これもう。あれも金、これも金、こっちも金。谷でも金？マジか。地球に持って帰ろう。来たわ。2日とかで PC 版も出るから、配信者もリスナーもノーマンズスカイやる配信は。ちょいちょいちょい。心霊現象。は？どういうことや。さっきワイが掘ったからないんだろうけど。消えた、わら。俺の金が消えたぞ。飛んでる時は採掘済みのも残ってるように見えるから注意ね。
ワイの金が。あそこ行こうとしてたんだな。しゃあねえな、またあいつにバトル仕掛けるか。あいつだけはまだ倒せてないからな。こいつマジ強えんだよな。地形の地の利を取るわ。分からす。マジめっちゃ寒いわここ。スーツがすぐ、あこっちか。リチャージするか。おっしゃ完璧だぜ。まず後ろを取ります。逃げる方向はこっちの金の方。上を取る。上は強いからね、やっぱどのマップでも。ペイロードを押されてる時も降りないで上から撃ちましょう。こういう風に、おら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 、リロード。やばい、なんだなんだ、どうするんだ。来るのか来ないのか。こんばんは。来てる、来たいけるやん、ヘリジウム。あ判定してる、審判が来た。審判セーフガード、どうすかね、どうすか。当たってる、いいね。ふい、こいつの一撃で俺は半分持ってかれるからね、 HP 強いんだよ。宿敵でもこういうゲームじゃないから。金を取りに来たんです僕は。でもなんかね、ああいう風に倒しても金属が出るから。あやばいやばい、待って、もう何かが出るから。レアなやつ出るやつはさ、狩られるんじゃないかな。プラチナでなんか作れた気する。きたー、金だ金だ、いいぞ。これオーバーヒートさせない方がいいのかな。もしかしてこれ一瞬離すだけでいい。あ、掴んだ俺これ。オーバーヒート直前で離す、すぐ押したらなんかゲージがリセットされてる。てか連打でいいじゃん。じゃあこのゲージの意味ないじゃん。削れねえ、何これ。めっちゃ薄っぺらい。てかないんだなこれ。オーバーヒート前に離してすぐ押したらゲージが戻る。もっと早く掘りたいけどね。いかんせんアップグレードスピードスロットもない。あー無限に掘りてえわずっと出てんならいいわ。オーバーヒートしない無限採掘装置が欲しい。あっちにも金が見えるぞ。見渡す限り金なんだけど
これ違うよね、あっちにあるやつだよね、浮かんでるやつじゃないよね。ほお、勝ったんじゃない俺。いやー寒い。ん？ちょっと待って、確かこれないんじゃなかった俺。また投資してしまう、金を掘るあまりに。よく目がくらんだか。待てよ、なんだっけ、チタニウム。また遠いわ、ちょっと下ろさないと。また投資してしまう。完全にもう目が金ドルマークになってるよ目が。そしてまた投資しそうだっていう。目がドルマークになった挙句また投資する。やばいやばい。打開したかこれ、ヌルゲーか。また投資してしまう。ここで投資するわけにはいかない、俺の金がなくなってしまう。落としてしまう金を。忘れてたわ。ほら金、視界にもう金しか入らないぞ。でチタニウムをちょっと下ろしまして、スーツの方を、あージンクで行く、ジンク邪魔だからな。あー全然減ってねえ。チタニウム下ろして金を預けとこう。また持てなくなってきたわ。アルミニウムは貴重でしょ。どれいらねえんだろうな。あ、まずこれだな、これ捨てるか。よし、あと2枠分金掘って売りに行こう。ここの金はないんだよね確かね。ある。あ、ない。あれ幻だった。このゲーム目的は何。俺の欲に駆られてて幻が見えた、金の。このゲームの目的は、まあ、惑星を発見することっていうのもあるし、金を稼ぐことっていうのもあるし、まあ、アップグレードしてどんどん強くなるってこともあるし、まあ、いろいろある。結構何でもあり。決まった目的はない。あと宇宙の中心を目指すとか、惑星をめちゃくちゃいっぱい発見するとか、あと名前つけれるんだっけ？それがちょっと知りたい。分かってないのが、名前をつけれるらしい。新しく発見した惑星とか動物とか。それができるんだったら俺もやりたいね。あ、また金の幻が見えた俺には。あまりにも欲に駆られているあまり、俺の目には金の幻が。なりたいよ。そのためにはまず金が必要なんや。まずね、船買ってインベントリー開ける。あの自分のそのね、スロットを、あ、なんだ、武器が強くするにはスロット増やしたいんだけど、その方法はまだ分かってない。まあ進んだらなるのかな。まずはでかい船を買うんや。いやーすげえ寒いわこの惑星、一瞬でなくなってくる。まあ服もあまり高くないのかな俺の。まず一瞬で掘れたら楽なんだよな。グレネードそれか作ってみる。グレネードもなんかマインが、あ、掘るとかどうとか書いてんだよね。どうする、ただスキャナーとアナリシスビジョバイザーとかさ、これ外せないやん。外したいけどね。それとあとここにスロットが欲しい。マルチツールインベントリーをどうやって拡張するのかっていう。
プロジェクタイル、グレネード、グレネードがない。レーザーがこれが掘るやつで少し強化されてる。スキャナーも外す。まあグレネードがまだ作ってないからちょっと気になるね。グレネードで掘れるんだったら、退屈ドローン的なものとかないの、全部自力なんかな。まあまあめっちゃ進んだらあるかもね、自動で掘るとか。なんとか手動、腕地道だよこれ。ほんと炭鉱夫のゲーム。名前つけた生き物とかいるん。いやー、どうやってやるか分かってない。さっきのレスによるとね、まあ今日発売、まあ今日発売みたいな感じなんだけど、今日発売して1日で、まあ、今日というか昨日というかね、1000万種類の動物が発見されたらしいよ1日で。どこでな、新しく発見してないのかな。だからもうすでに発見されてるやつなんかね、俺が見てきてるのは。なんか名前つけたいよ俺も。だから何でもいいからつけたい。あー、それでね、 PS4 版と PC 版はそのサーバーが別らしいね。まあじゃないと PS4 が早く出てるから有利すぎるというか。オプションからいけない。オプション？名前つけれんの？え？スターシステムズ。発見した動物をアップロードできるとか聞いたが。どっから、あ、四角でアップロードってあるね。そういうこと？マジ？じゃあ例えばのでっかいやつやってみるか。見えんのかな。ディスカバリーズ。何これ、アップロードってあるよ。ほんで？じゃあこのキャタピーみたいなやつ。は？金が増えるよ。リネーム&アップロード、リネーム&アップロードってあるじゃん。したらね、図鑑かこれ。船でポケモン図鑑、バカスカ射撃した方が採掘早いんでないの。できんのかな。地上で撃てないんだよな多分。え、じゃあこの鉱石の名前をさ、間違った、これ俺が発見したのってことなの？は？始まったか？ノッチナイトにしてみれば。ノッチナイト。ディスカバードバイノッチンジャパンってなってる。ゼルバイトって書いてるやん。めっちゃ面白そう。ノティニウム。ノティン鉱石。ノッチン鉱石になったの？したらなんて書く？ちょっとノッチンなんとかにしてみるか。ノッチンキャット。ノッチンキャットディスガワードバイノッチンってなってるんだけど。はい。俺が発見したのは何これ。ハンターハンターやん。1800系も虫があれば被る方が珍しいんじゃない。じゃあノッチン鉱石見つけたらよろしく。ハンターハンターやん。珍獣ハンターやんけ。新種見つけてしまった。まだ世界には知られてない新種がいっぱいいるからな。ノッチンドッ
そっちのノックになったこいつの名前は。マジ？でもノッチンキャットに出会うやつほぼいないんだろうな。ノッチンもうなんかなくなってきた。投資して死にそうな名前。え？進んでんの？ちょい待って。すげえ、わら。待って。いや、待って。ん？ん？ディスカバリーズ。俺がもう発見してんの？これ。この動物に会うことも二度とないんだろうな、わら。いや、この星にはいるでしょ。俺がもし戻ってきたら。じゃあもうなんか数字にしてっか。見つけたら殺しとくわ。ちょっとね、シャメ取っといて、シャネ。のっちん1からにしとくわ。でももしかしたら見つかるときもあんの？スキャナーは外せないかも。あー、お金になって、この、これも？これがお金になってるってこと？もうこれだんだんめんどくさくなってさ、のっちんすらつけないようになるやつじゃない？数字がかわいそう。でも何足りなくなるから、何千匹いると思ってんの？何千万匹いると思ってんの？のっちんキャット、のっちんドッグ、のっちん何ピックとかやってってもさ、なくなるから。これみんなリネーム面倒になって同じように数字つけてそうだな。絶対なくなるって。全部動物名ドッチンゴリラとかにしてってもさ、この何千万とかもう多分何兆とかいるんでしょ。何 K とかレコードってある。あ、何これ。あ、誰かのこれじゃない。芋デフィックゲッコル。あ、これ俺が普通に名前つけなかったからか。え、何ワイポイントディスカバリーもある。絶対さ、あ、投資してない、進んでないのかな、オプション中は。てか足りなくなる、あの物理的に足りなくなると思うわ。のっちん TV にしとこう。のっちん TV1。 何これ。左で星の名前と書かれるよ。砂漠の名前があるね。他の人に会えないのかな。多分ね、名前は同じので遭遇することあるんじゃないの。宣伝。あとはもしリスナーさんが見つけたときにわかるでしょ。なんか だからね、日本人っぽい名前とかつけてほしいね。あれ？太郎って動物がいるみたいな。え？太郎？太郎じゃん、これ誰かが見つけたやつだってわかるようにさ、こんなにさ1800万稽古もある惑星の中の。透明で見えないとのこと。あー、でもオンラインなんでしょう、それは。じゃあ惑星っていうかリネームは。でさ、え、太郎っていう動物いるぞみたいな。誰かが見つけたやつだってなるじゃん。太郎がおるみたいな。いや、分かりやすいのをつけてほしいよね。これがプラネットネーム？これがじゃあ俺が見つけた星なのね。これでいくらもらえてんだろう。全部これでいくわ。誰か俺の惑星を見つけてくれ。まあ日本語版発売とした時には俺の惑星で溢れてるんだろうな。早くやりたい。日本語版待ち？のっちんアークとか好きそうやが。アークってやったことねえな。似てるゲームなの？
モッチン TV っていう惑星が多分君日本語版が出る頃にはマジ偉いことになりそう。全部あー分かるね。Twitch URL？ いや、ノッチン TV だよ。Twitch TV ノッチン TV にする。Twitch TV ノッチン TV にするか。ありやな、それ。なるほど。いや、名前つけれたわ。じゃあ日本の PC 版が13日だね。あ、そうだ、日本時間の13日。 PC 版待ちか。待ち遠しいっすね。